スイちゃん。スイちゃんは結構なんだろうな、謎解き行くときついて行ってたりとかしたかな、私が一緒に行きたいっつって。あとスイちゃんがカレー配ってたじゃん、社員さんとかに。たまたまね、あのと、あれ作ってるときに私別件でスタジオ行ってさ、あ、そう、スイちゃんのカレーご馳走してもらったんだよね。めっちゃうまかったわ。あ、もうボタン食べなよみたいな感じで、いいよ食べてっつって。いや全然辛くなかったよ、めっちゃ美味しかった。で、うますぎておかわりしていいって聞いたの。いいよって言われておかわりしたら、最後らへんに来たスタッフさんの米が足んなくてやべやべやべ、めっちゃおかわりしちゃったちょっとスタッフさんに謝った、すいませんつってごめん、すいません、シシロおかわりでめっちゃ米食っちゃってすいませんつってスタッフさんも、あ、大丈夫大丈夫ですって、米は買えばあるんで大丈夫です。後半仕事が立て込んで遅れてきたスタッフさんの米がなくなるっていう、めっちゃ謝った、すいませんつって、シシロンがおかわりをしたばっかりにスイちゃんはね、2024年、あ、でもなんだかんだで喋る時はあったな。ただやっぱりそのスイちゃんはどうしてもその歌がやっぱりメインなところが私はあると思ってるし、だから私はどっちかっていうとやっぱりまあ配信とか自分のやりたい企画とかがメインになっちゃってるから、この関わる企画によっては全然合わないから難しいな。あ、でもマイクラの、あのベコちゃんのマイクラの時に一緒にねやったじゃん、ルイルイとかと。あれはたまたまそのちょっと前に一緒にそのご飯行くタイミングがあったからご飯食べてて、でそこで、あ、ペコちゃんのそういえばマイクラの企画できたらいいねっつって、でそこで喋ってて、あ、じゃあなんかやるかっつって、そうそう、じゃあなんか要塞行こうかみたいな感じになって、そこで行くことになったから、そう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 、そうお迎えに行ったやつね。でもね、スイちゃんはでもやっぱり歌でやっていくぞみたいな気概があるじゃん。だそういうところすごい尊敬してる部分が私はあって、軸がぶれない。だから自分のやりたいことがもうすごい決まってて、そこの軸がもう安定してるから、そのぶれなささが見ててすごい安心するっていうか、そう、芯がしっかりしてる、本当にやりたいことを頑張ってやってるみたいな。だから自分のプロデュース能力に長けてるイメージだから、なんかそういうところすごい尊敬してるね。見習いたいなみたいな。スイちゃんの自分がやりたいことを貫いていく、貫いていく部分、いくところ尊敬してる。でもなんだかんだでね、スイちゃん可愛いところもあるじゃん。だからそのギャップがいいよね。かっこいいだけじゃない。スイちゃんとはね、そうね、歌も やりたい、私が勝手にやりたい、スイちゃんと歌ってみたやりたいね。でもゲストはね、お願いし、あのスイちゃんよかったら一緒に歌わんって言ったら、いいよっつって言ってくれて、去年ね、スイちゃんとまた一緒に歌ってみたできるよう自分もパワーアップしたい願望だけど、願望書いとこう。でもなんか誰かが頑張ってる姿を見て自分も頑張ろうってこう思えるところってあるじゃん。がそういうのはね、結構ね、スイちゃんとか見てるとね、生まれてくる感情だよね。あ、スイちゃん頑張ってるな、ホロメン頑張ってるな、俺も頑張らんとみたいなところがある。そういう意味ではペコーラもそっちだな。バーッドバーッ